こんにちは、ぐちゃぐちゃのジナと本日のゲスト。はい、こんにちは、めぐみです。めぐみはちょっと簡単に自己紹介お願いしていいですか？はい、2年前くらいイタリアから来て、もともと留学生でしたけど、今、言語の教師として生活してます。今23歳です。よろしくお願いします。めぐみは本名はグラッチャーですよね？はい、グラッチャー。なんか私はグラッチャーの方が呼びやすいんだけど、グラッチャーで大丈夫？私は、うん、なりません。そのめぐみとグラッチャーはイタリア語で同じ意味なんだよね？はい、同じ意味です。うん、ただ日本でバイトを始めた時にみんながグラッチャー言えなかったので、店長さんはめぐみと名付けてくれた。何のバイトしてた？居酒屋のキッチンでバイトをしてました。すごく楽しかったです。いいね。ちなみに日本は2年しかいないけど、うん、なんでこんなにすごいお上手？言語が好きです。からかもしれません。じゃあ今回はお話しするテーマはグラッツェ or めぐみが日本に来て驚いたことです。ね、グラッツェは本当にすごくいろんなポイントを用意してくれて、私も皆さんも楽しみにしてますね。一番面白いポイントは最後に言いますので、最後まで見てくださいね。ポポン。じゃあ Let's get started。 じゃあ1番、どこでも追加が使えることでした。ね、そのイタリアにはありません。そんな便利なものはないね、ロシアにも。どこでも使えるカードっていうのは、クレジットカードは割と日本と比べていろんなところがで使えるんだけど、IC カードみたいなのがない。 IC カードは誰でもね作れますし、なんか子供もそうだね。そうです、ごく便利です。だから使うときにいつもちょっと微笑んでしまいます、うん、使えます。いいよね。じゃあその2です。その2はいろいろがうるさいことです。私はそのうるささが大好きですよ。なんというイタリアだったら、イタリアもすごくうるさいですけど、人たちが大きな声で喋ってうるさいです。日本はなんというお店の宣言とか音楽とかね。そうそうそう。でそれはすごくびっくりしました。なんか私初めて日本に来た時に百貨店に行くのがめっちゃ大好きだった、うん、なんかすごいどこでもなんかいい、はい、ナイスな音楽が流れてて、私百貨店で働きたいなってめっちゃ思ってた。私もなんという留学生の時に、うん、名前忘れたんだけど、一つのね店で行って、でいつも買い物しながらその店の音楽とか歌ったり、なんかモクモクみたいな、モク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 みたいな。あとドンキでもなんかドンキ専用の音楽があって、そうそうそう、ドン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 。それは本当に病気になりました。多分毎日歌ってて、多分たまに声も変えたりとか、自分の状況とかに合わせてドン・キホーテのノリで何か歌ったりします。なかなかロシアのスーパーだとない、そういうのが、うん、イタリアもありません、うん、それもね日本のなんかすごいところです。ね、独特だよね、うん、本当に。じゃあ3番です。はい、3番、可愛い文化。あー、さっきとちょっと似てるポイントだよね、うん、なんかこういう、そう、マンホールまで日本は物を可愛くすることです。日本のマンホールは可愛いですよね。たまにポケモンとかいろいろがありますよね、うん、イタリアはそういうことがなくて、目立ってるものじゃなくてどこかちっちゃいところで可愛くしてる。そう、その工事の時に入れないでください、そのたまになんかウサギの形で、マジで。そう、名古屋行った時にハロキティのあったし、すごく可愛かったです。なんか説明はちょっとしづらいですけど、まあそんな気づいたことない。私すごく意外なものでした。そのいい、ここも可愛いのって、すごいです。海外だとなんかそこまで考えないね。だからそれも可愛いの一つだと思う、うん、そうそうそう。じゃあ次4です。ファッション的に日本だったらセクシーより可愛いね。可愛いです。そう、日本の服装はすごくなんか誰も可愛くなれる服装だと思います。でイタリアはまあクールだね、なんかセクシーって感じ。そういう感じ、まあそんなにセクシー
ではないかもしれませんけど、けど、まあ、日本より体がちょっと見えるような服装が多いと思います、うん、いやイタリアはかっこよかった。ミラノとか行ったら本当に外に出るだけでもうファッションショーみたいな感じ。イタリアだったらクロックスで買い物をするのは絶対ダメですけど、ね、ロシアも日本で、うん、あ、ロシアも、うん、だけど日本だったら自由になんか自分らしく、うん、クロックスでも出てもいいです。まあ、日本でも場所によってちょっとやばい服装したら、うん、結構見られたりするんだけど、なんか私のロシアの地元とかでも別にもう隣のスーパーに行っただけでちょっと準備しないと、うん、ああはいはい、なんかわかります、うん、みんな見ちゃう。そうそうそう、私はあの大きな町から来て、なんか小さい村、その小さい村は多分20人しか住んでなかったのにスリッパーで買い物をしたら、ガチャ何やってるのって。じゃあ次5です。電話番号の話です。イタリアだったら電話番号持たなくても大丈夫です。あんまり手続きするときに必要ないですし、日本だったら電話番号を持たなければ粗大ゴミも捨てれません。それはね、逆にイタリアだと何でどうやってる、なんか何もいらないなら、メールアドレスが一番多いです。あー、なるほど。ただ電話番号は特に必要ないです。イタリアだったらただメールで全て送りますから、住所も必要ではないし、電話番号も必要ではありません。あー、すごくなんか違うところです、うん、じゃあ次6番です。あれ、イタリアもこういう感じ？いや、慣れてきちゃった。なるほど。え、イタリアはどういう感じ？イタリアだったらこういう感じで。え、こういう感じ、はい、すごい。ロシアはこういう感じ。あ、じゃあちょっと待って。こういう話しましょう。ロシア。ロシアでどうやって数を、なんか、締め。1、2、3。え、全然違う。4、5。あとはこれ。6。で、これは同じく。でも、うん。9で10。はい。日本となんかロシアとイタリア全部違う、ね。違いますね。え、面白い。じゃあ次7でーす。はい、頑張りましたイタリアで。こうやってか。次はまあなんか日本でエスカレーターがすごく多いです。ああ。思いますか？あ、思う思う。めっちゃ賛成。うん。それなんかどこでもね、いつもあります。なんかたまに。私は横浜の駅でいっぱい乗り換えがありまして、うん、日光へ上がって日光下がる、さらにエスカレーターじゃなくてフラットのところで、あ、それも、ね、動く、そうそうそう、そのみたいなのがあったりして、動くテープ何というか分からないけど、ありがとうございます。楽だね。だから特に荷物が重たい時とかすごく助かる。じゃあ8番でーす。8番です。日本に来てから体がすごく変わってきたと思います。多分食べ物が違うから空気が違うから、うん、最初の1年間ぐらいすごくなんか出たりとかしてました、うん、あとは髪の毛も今の方がストレートですけど、そう、日本に来る前に結構変わりでした、うん、多分湿気かなって思って、それすごくびっくりしました、うん、その私もめっちゃ変わった体が、うん、ロシアの方が空気は乾燥してるから、うん、まあ、髪の毛は日本だとこうなっちゃう、たまにバーってタンポポみたいに、はい、でロシアはあんまりないそれが、うん、じゃあ、9番です。日本は食べ物が高いです。そのイタリアと比べたら高い。そう、高いです。多分日本だったら食べ物ね、ここにそんなに作られてなく輸入されるものも多いと思います。うん、あと多分土地がちょっと少ないから、そうそうそう、なんか育ってにくいとか、イタリアあと農業の人も結構給料、うん、そう、もらわないとダメだから、うん、イタリアだったら逆になんか食べ物がすごく安くて、でイタリア最高。私はイタリアに来た時にもうマジで超安くて超美味しい、質が本当に半端ない。なんかトマトとかチーズとか、あー、はい、チーズはね、なんか日本でモッツァレラとかを買うと、まあ、少なくて500円とかはするんだけど、うん、イタリアでめちゃめちゃ大きいいっぱいモッツァレラは1ユーロとか、うん、100円、150円とかで100円、はい、よかった
まあ、逆にあの日本だったら外食がすごく安いと思います。イタリアに比べたら、うん、なんかイタリアだったら一人で外で食べると2000円ぐらいです。日本は半分ぐらいかな。なんかラーメンだけ食べたらもっと安く食べれるし、あの、うんうんうん、それはね、あの日本だったら外食する価値がすごくあると思ってきました。うんうんうん、イタリアは確かに外食は高かった。うん、そう高いです。けどスーパーは毎週末超楽しみでしたか。なんか特にあのイタリアのブラッドオレンジがあるじゃん。あ、はい。あれはね本当に安くてもう本当になんか珍しいし、うんうん、中はオレンジなんだけど中は赤いの。そこに美味しくてもう毎日食べてたそれを。懐かしいわ。イタリア行ったらいっぱいいっぱいいっぱい果物食べます。うん。死ぬほど食べます。じゃあ10番です。日本語で喋ってますよね今、うん、私。だけどたまに日本人と喋るときにあの英語で答えられたりとかされます。私もあった。それがありました。どういう気持ちでしたか。あれって。そうそう。どうしてなんか日本語はそんなにおかしかったのかなって。だけどあの、まあ、子供たちに教えてて、でこういうことを答えてくれました。日本人のいい心です。その日本人があなたに合わせて英語を喋ってあげますって。そっか。外国人でも英語は母語なわけではないから英語喋れない可能性もありますし。そうね。これはちょっと面白かったです。なんか日本人は外国人みんな英語の方が楽と思ってるのはなんかそれは嘘です。嘘です。全く喋れない友達もあります。なんか外国人友達、まあ、日本に来る外国人は日本語が好きな人が多い、うん、あとはねなんか日本のアニメとかはあのすごく人気ありますし、うんうんうん、それで勉強する人もいますから。そう、うん、で逆になんか英語やだって思って、日本語がいいっていう人は多いと思う、うん、はい、うん、10一番はい、Game of Thrones 聞いたことがありますか？もちろん。もちろん。私の日本人の友達の中で2人しか知りません。うん。その初めて日本に行ってた時に、あのじゃあイタリアで今すごく人気あるテレビショーとかについて喋ろうと思って、なんかこういうなんか、うん、顔されました。なんか何言ってるんだって。何これ、Game of Thrones って何？なんか知らない人もって。うんうんうん、逆に音楽とかもよくある。でもなんかあのその世界的に有名なものでも、うん、日本とロシアの場合はロシア人は全員が知ってる、日本人は誰も知らない、うん、で逆に日本人は全員それが知ってるんだけど、はい、ロシア人誰も知らない。なんか何私の好みについて話すときに相手がわかるかなってたまに思います。わかるわかる、私もある。ゲームオブスローンは誰も知らなくて、そうそうそう、あとアニメとかもあるかもしれない、ね、あ、そうそうそう。逆にイタリアでアニメすごく流されてますけど、日本人も知らないアニメがイタリア人はよく知ってます。 みんなめっちゃ知ってるみたいな感じで、そうそうそう、日本ではそんなに人気ないっていうね。そうそうそう。いやなんか日本だったらアニメはなんか限られてる決まってる時間で流されてますよね、あのテレビで、うん、イタリアだったら1日ずっとアニメ流す、うん、番組もありますし、あのなんという普通の無料テレビでも毎朝6時から10時までずっとアニメ、ほとんど日本のアニメです。であの午後も2時からあの6時までアニメです。すごい。で夜の10時から2時までアニメです。だからイタリア人は結構アニメが好きで、すごくイタリアの文化の一部になりました。へえ、面白い。そうでしょ、でしょね。意外でしょうね。その本当にびっくりしました。なんか日本人アニメそんなに見ないよねって気づいた時にちょっとびっくりしました。12 番です。あのイタリア語はどこにもあります。日本になんか日本人は気づくかどうか分かりませんけど、私はたまになんか店の名前とかを見てちょっとホッホーってなります。イタリア語ですよねって、うん、あのでイタリア語はなんかクールになってる気がします。おしゃれ、まあイタリアイコールおしゃれね、ファッショナブル、うん、うん、まあね、たまにちょっとおかしい意味もありますけど、おかしいこともありますけど、それも逆に面白いです。はい、なんかすごくなんという気持ちいいことですし、なんかイタリア語使ってくれて、ね、そう、うん、イタリア語使ってくれて、ああありがたいですって
時が多いですから、はい、ありがとうございます。皆さん、今回は最後までご視聴いただきありがとうございます。グラッツェの語学校のウェブサイトを下に貼り付けますので、よかったらもし語学語を勉強したい方がいたら、はい、ぜひチェックしてください、はい、オンラインですよね。はい、オンライン。たまにあの渋谷とかでも出向しますけど、まあ、それは瀬戸さん次第ですから、はい、お願いします。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、面白いですよ。じゃあバイバイ。